はい、アズラカリウムの会です。今日のカゴの出る子の説明とちょっとね、今後の活動方針というか、まあうちはこういう感じでいきますよという動画になるんですけど、ね、でこれ一番端っこのやつはアチョバラタの0420の 1J ですね。一番ド派手なやつで、多分今日一番みんな狙ってるやつかなみたいな感じで、0-2-0-1-J ちょっとピント合ってないかな。これこっちがね、1枚目こっちっすね。で2枚目でもこんな感じで、もうかなりもう柄出てます。この辺はね、芋の切り方ちょっと学習したんでね、だいぶうまなったよね。これはね、この前の11月かな、12月の顔にも出したんですけど、バナナさんのとこが緑2色なんですけど、反転系でね、ちょっと非常に面白いんで、ね、ただこれちょっと大きくなると本当に緑2色になるんで、ちっちゃいままでやるのが一番いいですね。詰めてしてください。これも一緒のやつですね。バナナさんの緑入色の反転系のやつでね。で、これはね、ティガリンガのやつですね。ティガリンガのやつで、0420-1B のナンバー15。ナンバー15ってね、これ15株目の番号とかじゃなくて、多分取った数はもっと少ないんですよね。ただ、物が良かったんで、今、ティガリンガで残ってるやつって、全部僕が、これええなと思ったやつを、こう、一回、ちょっと大きくして、で、それをまた、増やしてるやつなんでね。いわゆる、ハズレっていうのはないです。これもそうですね。これは、0120-1C でね、画像を見たら、この株しか映ってなかったんで、多分、ぼっちっすね。うん、で、これはね、ちょっとね、2枚目の葉っぱがね、結構面白いんで、これはおすすめです。そんなに値段もしないんでね。9800円かな、うん。ちょっと値段違ったらごめんなさいね。まあ多分9800円か8800円ぐらいと思います、うん。で、これね、ちょっと惜しいんですよね。これはね、アチョバラットでガイドさんがね、撮ってくれたやつでね。で、柄はちょっと覚えてないんですけど、まあ、そんなに悪くないやつでね。悪くないんですよね。これちょっと封がね、入ってるんですけどね。これね、裏抜けてないんで、裏抜けしてないって言ったら、これ、残る封ってね、まあ、基本的には葉っぱの裏まで白がこう、出るやつなんですけどね。これ、裏まで抜けてないから、気まぐれでまた消えちゃったりね、出たりするんで。まあ安定はしない風なんでね。そんなにがっつりこれひょっとしたらもっと風が出るかもしれないよって突っ込まないでください。狙うもそんなにしてなかったと思うんで、安かったと思うんでね。まあ、こんな感じで、全部そうなんです。これは、0420の 1H でね、これ2株ね、いいやつあったんですけどね、1個はマルチ確定なんですけど、もう1個はね、ちょっと鳥カラーなんか、ちょっとマルチカラーなんか分からんやつなんですけど、ね、どっちかがちょっと分かんないんですよね、これ。ちょっと紐付けできてないんで、申し訳ないです。まあ、これは、これを、アチョバラットで、ちょっとクシャっぽいやつやったかな。確か、クシャっぽい、クシャトリアっぽいやつの、で、それをまた芋から増やしたやつなんでね。これもティガリンガですね。こういう感じでね。これは何やったっけな？これね、結構いいやつなんですよね。これは、0420の 1F のナンバー2。ナンバー2なんでね。結構いいやつですね、これ。もうね、これ葉っぱ、次のドリル出てきてるんですけどね。まあ、このサイズだったら、まあ、やらかすことはないんでね。で、これがね、ちょっとニアスの、バイカラーでね、ヒートウェーブの、古賀さんは、いらないじゃないんですけど、まあ、カイ君やれば、みたいな感じで。で、持って帰ってきたんですけど、これはね、ちょっとね、まだ芋の切り方、よくわかってないというか、
やったんでね、ちょっとやらかしちゃってね、これは申し訳ないです。まあその分値段お安く出すんで、まだ親株はメダの方に残ってるんで、まだまだ出てくるんで、まあこんな感じで全部ここのやつはもう完全に増殖株なんですけどね。でこれね、これはちょっと参考なんですけど、まあバナナさんのとこで採集したやつをまあ養生しただけなんですけどね、やっぱりこう虫食いの跡とかね、葉っぱちぎれた跡とか、ちょっとまあまあやっぱりこっちの増殖株と比べると見劣りするっていうかね、見劣りはし、まあ、しないっちゃしてないんですけど、これをまたお客さんのとこに送ってで植えてもらって、でじゃあ綺麗に育つかって言ったら、ちょっとこのサイズだと微妙ですね。ちょっとペンギンになる可能性あるし、うん、であとペンギンになってもね、その後ね辛抱して育ててもらったらまた綺麗に上の方が育つんですけど、やっぱり下の方がね目立っちゃうんでね、うん、まあこんな感じでちょっとね、であと今これ葉っぱ2枚に1ドリルとかなんですけど、まあできたらね、ここにあるやつみたいな感じで葉っぱ3枚とか4枚とかね、これもそうですね、葉っぱまだこれも葉っぱ2枚 にドリルが開き出した感じなんですけど、まあ、できたら葉っぱ3枚4枚にドリルついてるっていう感じで、今年の後半からはそれでリリースできていけると思います。ちょっと今音質がね、もう本当に場所がなくてね、もう綱渡りなんで、でまた次また結構風入ってくるんでね、ちょっと申し訳ないですけど早め早めにリリースして、まあでもサイズ感ね見てもらったら分かるんですけど、まあしっかり葉っぱ出てるし、次のドリルも出てるやつとかばっかりなんでね、というわけでね、ちょっと長なったんですけどね、まあ今日のカゴの一部と、あとまあうちの今後の活動方針というか、どういう感じで出していくかっていうのをこう分かっていただければ幸いです。というわけでご視聴ありがとうございました。